仲間集めをしました。で仲間集めをして、でその後もっと分かりやすくするためにはどうしたっけ？はい、うん、作りました。はい、バナナです。表ってどんなだったっけ？バナナが4、うん、イチゴが8、うん、メロンは5、梨は3、うん、表にするとどんなことが分かりやすくなったんだっけ？何が何個っていうのが分かるようになったんだよね。今日の勉強はこの次なんです。皆さん、これをもっと分かりやすくするためにはどうしたらいいの？つけたら どんなにしたらいいかな。これえこの数字の場所の下に一個ずつ並べていく、一個ずつ並べていく。リンゴ、こういうこと？しゅうすけさんが言ってんの、うん、縦に並べる、こうやって、うん、なるほど。横にも並べてみる。確かに。いいと思うか。うん。くっと言うよ。こうやって縦に並べれば分かりやすい。ほんと？うん。分かりやすい。もっと分かりやすくするために。はい。なるほど。同じです。同じです。じゃあ、例えばリンゴ5だったら、どうやって丸つけたらいいかな？だから。リンゴの数は、いくつなのこれ？5だ、ね、5で、さっきルールは上から下からどっちだったっけ？下から。下から。じゃあ下から5個貼ってみよう。小さいね。見えるこれ？見える。ちょっと難しいかもね。光ってるような。5個ってどう？こうでいい？2、ここでいい？うん、いい。じゃあそれで貼ってみて。本当に合ってるかどうかちょっと確認をします。確認します。いくよ、みんな一緒に数えてね。せいじさん、せーの。1、2、3、4、5。すげー、5赤丸になった、みんな。うん、オッケー。すごいね。すごい。さあではみかん、バナナ、いちご、メロン、梨、はい、自分で考えてやってみてください。どうぞ。全部やっていいよ。せーの代わりにこれを前に出てきて貼ってくれる人いますか？はーい。おー、すごいね。はい、では確認をします。皆さん一緒に数えてください。いきます、せーの。1、あ、嘘、ごめん、ちょっと待って。1、せーの。1、2、3、4ですね。正解。4はできた。できた。では次、いちご。はい、はい。で、まっすぐと斜めとどうだろう。もうこれパーって見たらどれが多いって一発だよね。分かる。パパイヤ。高さで分かる。お、なになに、何で分かるって？高さ。高さだ、本当だ。どれが一番高い？これイチゴ。これ数字で見た時にはさっきもやったけど、梨が3個とかメロンが5個とかさ、何が何個っていうのはすごく分かりやすいよね。でもじゃあこの中でどれが一番多いとか、この中でどれが一番少ないっていうのは、こういうのにするともう合ってるのに分かるでしょ、うん、ね。今までこの数字を書くのは表って言ったでしょ。今度はこれはね、うん、読める。せーの。グラフと言います。今日勉強したグラフにすると、どれだけあるかな、どれが多いかな、どれが少ないかなっていうのはパッと見るとすぐ分かる、うん、っていうことが分かります。表とグラフというお勉強でした。